はい、妖怪三国志やっていきましょう。今日やるのはまず一発目、妖怪ガシャで、マースコインはですね、三国志コインとあと他のコイン、国取りコインあたりをちょっと回していきたいなと思います。で、最近三国志コインを回し始めまして、実はこの職の方でレベル3まで行ったんだけど結局出なかったんですよね。今日出てくる妖怪は、キリンとヒカリオロチと、まあ、さっきのヌエと虫歯伯爵、これで出てくるんだね。そっかそっか、ドキドキコインのね、出てくる妖怪で虫歯伯爵は出てこなかったのかな。さあ、まあもうこれ回すの、まあこれしかないよね、どう考えても。キリンはレアな妖怪じゃないしな、虫歯伯爵も欲しいんだけど、ちょっと枚数が2枚しかないからちょっと大当たり厳しいかな。まあヌエもいらないしね、まあせっかく3ついてんだけど。よし、じゃあ光オロチを狙って回していきましょうか。まあ、9枚もあるんだったら出るでしょう。まあ今日、うん、9枚も回せないけどね今日。何この白、白って何、何白って。さあ2回目回そう。あ、早速ブーストレベルが1位になったね、出やすくなってる。2回目、来たよ。早い、ありがとうございます。ぐっ、外の世界はなんて眩しいんだ、俺も負けずに輝くぜ。光オロチ周遊、光オロチかっこいいね。みんなが一番かっこいいって思う妖怪はね、何でしょうか、光オロチでしょうかね。光オロチ、オロチとかね、あとキュービとか。さあちょっとこんなに早く出てしまうとちょっと困ったぞこれは。じゃあそうだな、虫歯伯爵行ってみましょうか、三国志コインで。ちょっと今2枚しかないんだけど、ちょっと探してこよう。そしたら虫歯伯爵行きます。虫歯伯爵は今回レジェンド妖怪に関係あるんでしょうか、回していこう。多分山吹鬼か山田あたりで必要になるんじゃないかなと思うんだけどね。お、紫が出てきた。小当たり、小当たり。さあ2回目。あ、ちなみにこの三国志コイン他っていう今回してる妖怪ガシャのコインはね、あの赤鬼が出てくるんだ。赤鬼欲しいな。赤、中当たり、新速のお札手に入った。あ、今日はあれだ、あいつも出てくるんだね。まあいらないけど、中当たりのあいついらないけど。あー、ちょっと出ないかなこれは。お、早い、いいね、やっぱブースト最強だわ。虫歯になるか俺を仲間にするか、どっちを、どっちか選ばせてやる。虫歯伯爵隠し、実はね、あの僕虫歯あるんですよ。こいつ見てるとちょっと腹立ってくんな。なんかのテレビで多分ね、虫歯ってちゃんとやり方があれば自力で治すことはできるはずなんですよ、自然治癒力で。それで一旦ね、僕の虫歯治そうかなと思ったんだけどね。あ、あと1回回せんのかな、もしかして。次はどれ回そっかな。ドキドキコインもあるし、スペシャルコインもあるし、5つ星コインもあるね。レジェンド妖怪武士団に必要なコインは確か5つ星コインで出てくる。そうだね、スイカニャンとメロンニャンがこれで出てくる。回そう。赤、5つ星コイン、5つ星コイン回したのに。ちなみに今日はね、まだまだ回すからあと3回。国取りコイン、
これ初めて回すんだけど、これ行ってこうかな。こっちの方はイザナミ損傷が出てくる。国取りコインビっていうやつは、まあこれは女の子系の妖怪が出てくるやつですね。うん、イザナミとか、あとなんかあったかな、 S ランクの、レア妖怪で女の子の妖怪、百鬼姫とか、百鬼姫も多分出ますね。富士見御前が出てくるかどうかね、そこら辺はちょっと分かんない。多分出てくるんじゃないかな。いや、やっぱでもマスクドニャンかな、マスクドニャン回していこう。で、この国取りコインが今1枚しかないんですけど、チケットで交換できるんですよね。チケット、チケットどれだ、これだ、妖怪通販チケットもね、もう1万以上貯まってるから、じゃ早速交換していこう。あ、結構高い。うわ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 。竜、これだよね。とりあえず今日回せる分だけ買っておこう。あともう1枚。一番高いのこのキラキラコインだね。有名な武将妖怪の気配がする。2000だって、すげえ高いな。他のコインに比べて倍だ。ガチ三国志バトルをクリアしないとできないから、まだ僕できないですね。ということで残りこの妖怪ガシャ国取りコインを使ってね、回していこう。狙うはマスクドニャン。スペシャルコインがこんなに溜まってんのに全然回せてない。さあ、じゃあ回しますか。初めて回す。1回目、紫かブルーかよくわかんないやつ、小当たり。あ、ブーストつくね。いいねいいね、ブースト。これはニャン系の妖怪が出てくるんだけど、レジェンド妖怪の武士ニャンに必要な妖怪としてはワルニャンとトゲニャンが出てきますね。お、まただよ、この紫かブルーかわかんないやつ。うわー、小当たり。この時点でブーストがレベル2か。あ、ちょっと待って、今フルーツニャンもいたね。みかんにゃんといちごにゃんが中あたりだ。よく見てなかった。あー、ダメだ、小あたり。国取りコインを外してしまった。残りの時間はこれやっていきましょうか。どの種族がナンバーワン、これは国取りバトルの種族対抗戦が解放されるやつですね。やっていきましょう。なんか揉めてますね。何？豪傑族が一番強いに決まってる。カブトと、あとクワガタか。いや、イサマシ族の方が強い。そうなんだよ、こいつらイサマシ族と豪傑なんだよね。両方とも豪傑なのかなと思ったんだけど、違うんだよな。またくだらないこと。どっちが強くてもいいじゃん、リマ。プリティ族を忘れてもらっちゃ困るにゃん。あ、喧嘩に参加してる。そうずら、そうずら。うつら影族もいるよ。いや、うつら影族が最強だに。あ、突っ込んでる。ウィスパーが突っ込んでる。おめえらも参加するのかよ。またれ。不思議族も黙っておりませんぞ。どっから湧いてきたんだよ、お前は。どっから来てんだ、ジジイ。たく、どいつもこいつも。一番はニョロロン族に決まってるでしょうが。あ、ついにウィスパーさんも。こうなったらバトルで白黒つけてやるわ。そう、じゃあやっていきましょうか。あ、やっちまったこれ。やっちまったな。ちょっとこのままで戦ってしまうとあっという間に勝っててしまうので、ちょっとメンバー変えていこう。一応こんな感じでまとめてきたんですけど、いい感じじゃないかな、戦力的には。いや、向こうは豪傑勇まし。あー、ポカポカとかいろいろ出てくんな。なぜか不気味族の死神どりもいるしね。さ、やっていこう。結構密集してんな。密集してんね。
あんま突っ込みたくないからとりあえずここにいるか。死神緑長半セバスチャン諸葛金お金ないだ。こいつらがねちょっと前に突っ込んできてくれればあとは妖術で詰め込んでねバシバシ攻撃食わしていくんだけど、どうしようか。陽気玉誰に取らせるかな。爆音漏らしに取らせるか。楽天堂もちょっとここら辺にいよう。まだまだ前に出ない。爆音鳴らし取る。さあちょっと後ろ下がろう。あーなんかでもちょっとよう、攻撃食らいそうだな。ここにいると闇鏡でいこう。それわーわーわー それあったんだ。いて結構食らった。ウシャカブト当該つまみ食いの。うーんこいつらあんま前に出てこないな。ちょっと待ってよ。つまみ食いの助でこいつが出てきて、ちょっとまだ前に出れないな。ここにいるか。お、なかなかいい感じになってきたんじゃないかな。お金ライダーがいて、まだ出るのやめよう。まだ出るのやめとこう。ふぶきちゃん妖術ちょっと足らない。さっきダメージ受けたらあこれあるね。じゃちょっと仕返ししよう。仕返しおら結構食らうんだなこれ。いいぞいいぞいい感じ前に出てきた。たらこっからちょっと反撃していくか。妖術は何なんだこの人。妖術はなるほどね。わわ消防消防ちょっと前に出なければよかった。これは小石の術か。やべえなちょっと前に出ちゃったな。うわきつーそれ。やべえじゃんこれ。かしこまりました。やべえ早速一体やられた。やばいぞこれ負けちゃうぞこれ負けちゃうな。ちょっと厳しいな。これ敵だしな。みんな敵だ。くそ。じゃあどうしよう。死神緑行くか。死神緑行こう。当たんない。結構やっぱ戦力差があると勝てないもんだな。よし、いった。さ、先駆けの助来たよ。先駆けの助、なんか強力な妖術使えてくれたらよかったんだけど、使えない。強力な妖術使えない。お、ようやく来た。これで妖術が、どうするかな。こうしよう。よし1匹いった。さあ楽天堂でちょっとアイテム使っていいですか。アイテムちょっとね、あの楽天堂を他の妖怪たちと隣り合わせにして守りを固めた。これ妖術食らっちゃうと結構厳しいけどね。わわわわ、あ、回復の術できるんだ。
うん、嵐の術、ああちょっとそれきついな。お金ないだね、弱そうだけどランク高いからな。実は妖術で、お、今回雪女がすごい役に、うわわわ、そうだった。こいつなんだ、楽天堂か。楽天堂って何ができないのかな、妖術。これはなんだ、ちょっと待ってよ、これ何の妖術だろう。誰にぶち当てるか。お金ないだ。さあこいつのね、先駆けの助 A ランクなんだけど、お、結構ダメージ入った。そして楽天堂、楽天堂を回復させよう。あ、回復系じゃないこれ、くそー。楽天堂はこれ攻撃か。どうしようかな。でもね、味方回復させたいためにここにいる必要があるんだよな。ということでこうしよう。うわわわわわ、いく。いやー、それそれ鬱陶しい、それ鬱陶しいね。あいつ先にやった方がいいな。先が健之介来た。こいつこいつ、セバスチャンが回復してくるからこいつ先に。よし、いった。つまみぐいのすけ、つまみぐいのすけ、あー必殺技溜まってる。こいつやばいぞ、やばい、必殺技溜まってた。あのクワガタみたいなやつ必殺技溜まってる。うわわ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 わ、うわっちぇ、いやー、あー妖術が使えない。頼みの綱の雪女がもう妖術使えない。得意なやついないのかな、得意なやついないのか。スタミナ分使えば回復することはできるけどね、ちょっとその余裕なさそうだな。あ、必殺技溜まってる。なんだろうこれは。あ、これ攻撃系だね。なんかこれあれだな、お坊ちゃまくんの袋小路みたいな。あ、これお坊ちゃまくんのなんかあれなんだね、ちょっと真似してるんだね。いや、お坊ちゃまくんの袋小路くんね、言ってもわかんねえだろうな。服がね、前の部分だけちゃんと服着てんだけど、後ろ側はなんかこうちゃんとなんだ、服に着てないんだよね、裸っていう。いや、わかんねえだろうなこの話しても。おぼっちゃまくん懐かしいな。楽天堂は後ろ側が裸なんだよね、それが言いたかっただけ。押した押した。これはちょっともらったんじゃないでしょうか。あとはこいつだけだもんね。結構きつい戦いだったけど、楽天堂やられた。よし、これで挟み撃ちして勝ち。勝った、危なかった。この角はまだ折れておらぬ、もう一度勝負じゃ。結局誰が一番っていうことになったんだろうね。俺もまだまだ戦えるぜ。
まあ、またれー。この結果私も納得しておりませんぞ。いいにゃん、何度でも叩き潰してやるにゃん。そうずらそうずら、いつでもかかってこいだに。はあ、この争い終わりが見えませんね。ではこの続きをウェブでじゃなくて国取りバトルで。あ、なるほど、国取りバトルでこの続きが始まるんだね。さっきのクエストで種族対抗戦が、まあ、解放されたんですけど、種族対抗戦を一つでもねクリアすれば、このウキウキコインだったんですね、ウキウキコインが解放されると思います。ということで今回はここでおしまいにしたいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。